Sakai. この皇帝の玉座は、この世の真ん中にある一番高い山に置かれているとさ、また遠心の鎧を仕立て直しましょうか。 また頼むぞ。 堺。 太刀を鍛えて差し上げましょうか。きっとお気に召します。 火をついてくれ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では変わろう。 これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父 上岳の崖を登りて穂村堤岩尾を見いずる。刃で穂村振られれば、穂村は鋼包めども、己神は子ともなし。暗示いだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国。これ 伊豆こより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けて幾とせか、またも穂村の落ち濡れば、物の風民に恐るるなかれと説き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、物の風これを隠さず望む者に伝えり、 から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民を撫で斬りに。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂きで、穂村は待てり勇者来たらん。 お主、話の真偽を知るために 山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。
凍える。 凍えてきた。 木のそばへ来てください。 助かった。 お主は無事か？ 心は擦り切れましたかね。 険しい山であるからな。 頂には何を望むのだ？ 答え、権力。 何でもいい。 火の剣ならば この寒さもしのげましょう。 そうであろう。 あなたなら登りきれそうだ。 どうかお達者で。 凍える。 気についたものは
どれほどおるのだろうか。取り付ければ早くつけ、ああいい気持ちだ。ないのか。かような地に道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。穂村の剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが、それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。あやつと剣を交えれば技を得得できる。の剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。待ちなさい。炎に身を捧げるのです。さて
ここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。いかがなされた、坂井殿。なぜここに道場が建てられた。先祖代々ここで修練を積むのです。俗世から離れたこの地で。お主もか。私はここに暮らし教えを伝えております。いつか次の者が現れましょう。ご無事で。命を落としかけたが、ホムラの剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何とぞ陰陽を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。Thank you.
내게 좀 할 수 있다. 탱탱. 빈니 넥파드. 하루 유해 何百もの猛虎が、はびこる城を、お一人で取り返したそうですね。このことは、生涯忘れません。さあ、早く逃げよう。
助けてくれ。待たせてしまったな。あなたがいなければどうなってたことか。道中気をつけよ。내게 뭐 있어? 요왜? 사긴 가르츠 야구! 핸드만! 오이! 오늘 그 극장 하르다! 사악한 새끼 만! 기는 잘 두고 있대. 펠텐드 바노. 맞죠. 미츠카리마스. 여츠즈. 그때 보감치대. 야마르 내기면 하루.
動くな。ありがとうございます。助かった。さあ早く逃げよう。待たせてしまったな。この命すっかり諦めておりました。もう安全だ。Тэр тэнд байгаа юу?
나라 못 들자 덮어줄라. お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。